Hyakujuu Sentai, gaoranger! あなたはこの平和な生活がいつまでも続くと思っていますか？そんなこと気にしないでしょう。しかし平和が破られる時はいつだって突然なんです。そう、こんな風に。現代によみがえりし鬼オルグ、何やら悪いことを企んでいるようです。集まってもらったのは他でもありません。反戦オルグが現れて人々を苦しめています。ガオの戦士たちよ、地球の命を守るため邪悪な鬼を滅ぼすのです。命あるところ正義の雄たけびあり。Hyakujuu Sentai gaoranger。オルグシーレ、消えゆかんとする邪悪に再び巨大なる力を、うん、はっ、鬼マーチクワットトーン。
鬼が悪さをしているようです。そう、ガオレンジャーの戦いは始まったばかりなのです。力強い反応、ブルドーザーオルグが現れました。場所は東の方と出ているわ。じゃあみんな頑張って。風が大空に
こうなったらオルグシーレン、消えゆかんとする邪悪に再び巨大なる力を、うん、はっ鬼マーチクワッドコはどうも様子が違います。主典なる一本角が直々にお出ましのようです。役立たずのお前たちでは埒が明かん。私自らガオレンジャーを倒してくれる。これまでにない邪悪な気が感じられます。まさかハイネス・デューク・オルグ、油断しないで力を合わせて戦うのです。
この私自ら相手をしてくれる。ガオレンジャーへの恨みを抱き、オオカミが千年の眠りから覚めました。この黒きオオカミ、一体何者なんでしょう。またオルグ反応よ。ただ何か恨みのような気を感じる。この胸騒ぎ、気のせいだったらいいんだけど。Yeah!
士ガオレンジャー、千年の恨み晴らしてくれる。魔獣召喚。降臨ガオハンター。行くぞ！Hyakujuu召喚！五人の心が一つになる。ガオゴリラを中心にパワーアニマルたちが一つに集まり、筋肉の戦士が誕生するのです。誕生！ガオマンスリースライカー！ガオレンジャーの正義の心が恨みに閉ざされた老気の心を解き放ったのです。そして邪気に操られていた老気の正体はガオレンジャー6人目の戦士ガオシルバーだったのです。ガオレンジャーの活躍に追い詰められたオルグたち、ついに新たな敗北羅刹が姿を現したのです。
破壊された町こそ最高のごちそう。新たなハイネス・デューク・オルグの出現です。ガオの精霊はいつでもあなたたちの味方。どんな敵だってきっと倒せるはずよ。目に物見せてやるぜ。私の名はハイネス・デューク・ラセツ。あら、おいしそうじゃない。頭からかじってやる。自分はガオレンジャー失格だ。私の名はハイネス・デューク・ラセツ。あら、おいしそうじゃない。頭からかじってやる。Yeah!
戦いの末、ハイネスデューク、ラセツを討ち取ったガオレンジャー。しかし、その戦いが迫る今、自分たちの力の足りなさを感じずにはいられません。もっと力が欲しい、その心に応えたパワーアニマルにより、ガオイカロスが誕生したのです。ついにオルグの聖地に乗り込んだガオレンジャーたち、あまねくオルグの王キングオルグとの決着のつく時がやってきたのです。Thank you.
行くのは